赤崎お願いします、デビー、よいしょ。さあ始まってまいりました、ラーメンなりあがれさんというちょっとね、あがれ面白い店名でございます。北区上十条にございます。おい、で埼京線の一応十条駅、まあ、十条って板橋だと思いがちですけど北区です。北区、はい、板橋区ではございません。2020年2月4日にオープンしたばっかりということでね、最近の、はい、1ヶ月ちょっとしか経ってない新しいお店で、ございます、はい、ね、近くには女子大とかあと自衛隊もあります。あ、そうなんですね。そういう立地です。重症情報。重症情報を入れてみます。さあ、そして、メニュー、成り上がれ醤油、塩、各種、混ぜそばにもできちゃったりすると。うん、それからなんとね、お酒類結構豊富だったりします。あ、そうなんですか。はい。まあ、トッピングもありますが、これね、気をつけていただきたいのは、日によってなんと無料コールの種類が異なるという。あ、そうなんですか。そうなんですよ。とりあえずのところですね、この日、背脂、ガリマヨ、玉ねぎ、あと卓上のニンニクと生姜、はい、これが一応無料の日だったと。あ、そうだったいうことです。なるほど。ちょっとねズームしていただいて、はい、ありがとうございます。細ペンで書いてますね。成り上がれマックスというのが始まったので、いろんなもの入ってますね。あ、満足度3、3つ中の3だと思います。1、3つ、はい、1、3つということでマックスにしております。そして全部マシマシです。あふれんばかりの汁が、あふれんばかりで、豚2枚、肉油、味玉が全部入ってまして、うん、各種を単品で買うよりもちょっとお得という。おお、なるほど、いいですね。おすすめですね。トッピング方法やね、こういったのが複雑なんで、はい、事前によく一応調べてください。わかりました。お願いします。なるほど。次はね、さあそんな感じでちょっと見ていきましょうね。お豚様から入っちゃいますが、見てくださいこれね、もうかじるところをまずは丁寧に見てくださいね。丁寧に、いや丸飲みしたよ今。いやーこれね、かじるっていうか丸飲みしたよ。ちょっとこの醤油の染み込み度がすごくいい豚でしてね、はいはいはい、マヨとガリマヨと絡まって、そこがまた美味しかったりもするんですね。さあそしてそのままスープにも行きましたがね、鶏乳化の黒スープというと、黒いね、確かにね。ただね、意外とマイルドで飲みやすいと。あ、そうなんですか。いうスープでございます。さあここで一番注目してほしいのはこの肉油ね、噛み締めるとですね、塩気、油分一気に溢れ出す、これ激うまトッピングです、これ。おお、なるほど。ある日は絶対あのもう2個買ってもいいぐらい、もうマストで、はい、行った方がいいと。行ってください、はい、さらに肉油とは別に味付け油もある。あ、いいっすね。いやこれもね、そうなんですよ、ジャンク度は高いということでね、うん、面白い。そして野菜がもうめちゃくちゃ硬い野菜、あ、バキバキの、すごいっすこれ。あ、そうなんですか。はい、よーく噛むことを前提に挑んでください。食べ物全般に言えること。そうですね、マシに言えるならで、マシにするならですけども、はい、そしてね、生刻み玉ねぎですが、どん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 黒いスープをね、あの染み込ませて、玉ねぎ豚を作って食べてもいいでしょう、うん、認めます僕は。アレンジ言ってください。赤星アレンジ、はい、油ガリマヨなんてもやってますけども、うん、これね、甘さが甘さにこうのしかかってくるんだよね。本当に。あ、もうさらにいい甘みみんなのしかかりが来るから、もう本当にポケモンとかまあ言わないですね。のしかかり、ケンタロスが使いがちな技をね言っていきますけども、時間が経つとね、黒いスープ吸い込んでコクがねアップしていきます、うん、どんどんアップしていきますね。さあようやく麺にたどり着きましたが、濃いな麺が。あ、思いました、うん、この時点でねやっぱり吸収してるんで黒スープを。あ、なるほどね。そうなんですよ、最初の方は実は白い部分もあったんだけど、こう食欲支えますよねやっぱね。まあ、そうですね、この色はやっぱり、そしてねツルツル度が高い。そうなんだ。まあ、ウェーブの細麺なんだけども、すすり心地が非常に良い、うん、喉越し満点の麺だよというのをお伝えしていきたい、うん、さあそして、あ、この日はありました、卓上ニンニクね。卓上にね、まあ、卓上生姜もあるんですが、私生姜は今回入れておりません。あ、なるほど、はい、ニンニクで、ニンニクだけで、ニンニクと生姜一応日替わりというふうにあったんですけども、はい、ここまでお店情報を調べている限りでは結構な頻度であります。ああ、なるほど、両方あると、はい、まあ一応日替わりだけど、ね、ない日もあるかもしれません、はい、ね、そして返しなんですが、うん、まあ、しょっぱレベルチェックしていきますがね、これどうなんでしょうか、しょっぱレベルどうなんでしょうか、ね、どうなのかなと思って、すいません、しょっぱレベル、おお、いやいやいや、どういう感動なのこれ。そうなんかな、しょっぱレベルは。正解は 3.5 です。迷っての 3.5 だった。 3.5 ですね、3回飲みました初めて。まあ、返し自体集計ややマイルドね、うま、ん、みが広がる個性派返し。なるほど。そして、うん、ここでねちょっと注目したい返しなんですけども、はい、いつでもかけられるわけじゃない、
店員さんがですね、この会社は持ってきてくれるんですね、後ろから。あ、じゃあちょっと頼んでね、はい、僕が座った時は前にはなかったです。あ、なるほど。多分券売機、いや、どっかにあるんだけど、どっかにあるんで聞いてください。あ、ちょっと一声かけて。そうですね、はい、どっかにあるんです、天井かもしれないし。隠れてる感じがないですね。どっかにあるんですね。天井は終わりだろう。さあ、そしてですね、胡椒の攻撃が強烈なんで、やっぱ黒スープと黒胡椒のね、はいはい、相性いいですね。ね、後半で野菜がこう出て、あ、卵だ。そうなんですよ、マックスには卵も入ってるんで、ここでね、お酢卵を作って、いやいや、うまそうですね、お酢卵ね。お酢が強いけど、だいぶ本当にお酢だけ飲みますけども、最後はお酢も直飲みしてこれがうまかったな。いや、十条の民、羨ましい。十条のお住みの方、民が羨ましいよ、本当に民の方、いや、そしてマシマシレベルが81.18 です。18、いやー、なかなかでした。燃料はね、そこまで多くはないような気がする。ああ、なるほど、優しい感じで、うん、豚レベルが高いよね。はいはい、ね、はい、まあ、あとやっぱ肉油だよね、これね。いや、そうですね、やっぱ見ててね、いや、そう、興味をそそりましたけど、他のとこでは真似できない味だと思います。あと店内も綺麗でね。いや、そう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 、非常に清潔感のある店内。あとトイレめっちゃ綺麗だよ。ああ、なるほど、トイレ行ったんですよ。本当に行ったんです。はい、なんでそこら辺もなんか清潔、あ、女性もやっぱ嬉しい。ああ、いいっすね、女子大が近いからかな。ああ、それもね、ええー、ああ、いいじゃないですか。肉食系女子の皆さん、ぜひね、肉食系ね、行ってください。意味違うかもしれないまあ、ということで、成り上がれということで、僕も頑張るんでよろしくお願いいたします。ごちそうさんです。はい、ほっ。Thank you.